はいどうも、皆さんこんにちは、ナオトです。さあ、今回はですね、冬といえば鍋、もつ鍋を食べていこうと思います。油ノリノリのもつを約1キロ使って、極上のスープと極上のもつを心ゆくまで胃袋に入れさせていただきました。締めにはちゃんぽん麺もありますんで、ぜひ最後までご覧ください。今日かなり風が強いんで、防風仕様にしましょうね、かまどを。しっかり周り囲うような感じで。しっかり周りを囲いつつ、ここもこんな感じ。そして今回使う食材がこちら、黄金屋もつ鍋セットというものです。これは牛の小腸、いわゆる丸腸ですね。見てこれ、脂すごくない？これ鍋にしたらトロットロで絶対うまいよね。で、濃縮スープも5種類の味があります。基本の醤油と塩と味噌、そしてこれが旨辛唐辛子で、こっちがトマト鍋の素ですね。で、まあ今回は基本のこちら醤油スープでいただこうと思います。博多もつ鍋黄金屋さんのもつ鍋セット、これまでの累計販売実績は775万食以上突破。さらに楽天市場で販売されている3億6000万以上の商品の中で総合ランキング第1位、おまけに7冠を獲得しているそうです。そして2019年から2021年までの3年連続楽天ショップオブザマンスを受賞していると、めちゃくちゃ実績のある商品なんですね。今回持つね、約1キロありますんで、存分にいただこうと思います。セットの中には締めのちゃんぽん麺もついてきます。堪能させていただきましょう。そしてそれ以外に使う野菜ですね、まあ、もつ鍋には基本的な野菜ですけども、キャベツと長ネギとニラ、そしてニンニクです。まずキャベツは4分の1カットあれば十分でしょう。よし、ネギ、ニンニク、大きいとこ3片ぐらい使いましょう。もつをドーンと乗せていきます。すげえ量だ。そして最後スープ作りですね。水 700ml に濃縮スープの素を入れまして、これで OK。 鉄鍋セット。さあ、あとはもう食材が煮えるまでゆっくり待つだけです。
吊るしてるとなかなかアク取りがやりづらいんだよね。ああもうくるくる回りやがって。もうだいぶいい感じなんですけど、まあ、やっぱり焚き火って普通のガス火と違ってあんまり火力が一定じゃないんで、生煮えのところあるといけないんでね。もうしばらく煮込みましょう。よし、そろそろいいかな。ではこちら揚げますよっ。さあいただきましょう。油すげえな当たり前か、こんなにもつ入ってんだもん。野菜トロトロ、結構煮込んだからね。はあうまそう。では完成ということでいただきます。うわスープやばー。あ、スープやば。めちゃくちゃうめえ。さあ、もつ。もつやばい。うわ。とろけまくる。なにこれ。これはたまんねえな。この油多くてさ、もう口の中入れるとトロンってとろけちゃうの。でこのもつね、びっくりするぐらい臭みないね。このもつはね、機械じゃなくて職人さんが手作業で洗浄してるんだって。いい仕事してますね。全く臭みもなく、もつの油の甘さが存分に感じられる。マジうめえ。うまっ。やべ、全部うまい。これすごいな。こんだけ油の多いもつだけど、すごいサラサラした油で、スルスル食えんね。うまっ。全然重くない油が。マジ幸せ。うめえわ。いや、いい仕事してらっしゃいますね。久しぶりにこんなうめえも作ったわ。さあ締め行こうと思うんですけど、ちょっとスープうますぎてかなりいってしまったので、ちょっと味変します。これね、トマト鍋の素、せっかくならちょっとがっつり味を変えるようなトマト鍋でいきましょう。まあ、醤油スープある程度残ってるんですけど、ちょっと味変させてもらって、水も、で焚き火も火落ちちゃったんで、こっからはカセットコンロでやります。締めのちゃんぽん麺、豆乳2玉いきましょう。
さあさあ、うわめっちゃうまそう。あっちょっちょっちょ、あーいいね、このプルプルの麺いいね、プルプルの太麺。では締めのちゃんぽんいただきます。絶対スープからいっちゃうんだよね俺は。はあ、うまっ。あーなるほど、トマト鍋の素はこういう味なんだね。結構ね甘みが強くてすごく食べやすい、うまっ。うわ、麺うめえ。あいい。このちゃんぽん麺はね、厳選した小麦粉を使ってこだわりの製法でこのもちもち感としっかりしたコシを出してるんだって。それを福岡の製麺所から毎日空輸してるそうです。これはうまい、思わずうなってしまう。うん、このトマト鍋の素もいいね。このいい感じのこのトマトの味がね、もつの油とすごく合ってる。あー、はい、というわけでごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。俺も今まで数々のねもつ食べてきましたけど、こんなクオリティの高いもつにはなかなか出会えませんね。マジでおすすめできる、美味しいです。今回俺は、普通のもつ鍋は醤油味で、締めにはね、トマトのスープを使って2種類のね味を楽しませていただきましたけども、動画冒頭でもお見せした通り、あと塩と味噌と旨辛、合計でね5つの味があります。一番人気は定番ですけども、昆布とカツオの旨味を効かせた醤油。二番人気はニンニクとか生姜、香味野菜と昆布の旨味を合わせた味噌味で、塩味は昆布とカツオの旨味をねストレートに味わえる癖のない味付けになっているそうです。辛い味が好きな方はニンニク生姜の香味油とか、コチュジャンごま油を使った旨辛とか、あと変わり種にはなるかもしれないですけど、今回自分が食べたトマト味とか、変わり種って言っても全然もつ鍋に合うちゃんと考えられた味付けになってて、美味しく食べられるのは間違いないと思います。おすすめです。でこちらのもつ鍋セット、今回特別に期間限定で 40% オフになるそうで、4800円で購入ができるそうです。国産牛のもつ 600g、 スープの味も先ほど紹介した通り5種類のうちから好みのものが選べますんで、小金屋特製超メガ盛りもつ鍋セット、この寒い季節にぴったりだと思うんで、ぜひチェックしてみてください。動画説明欄にねリンクを貼っておきますので、そちらからホームページの方飛んでいただいて、美味しいもつ鍋食べてみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。